はい、どうも、妖怪三国志国取りオーズ今回もやっていきます。はい、今回はね、国取りと、リニューアルされたね国取りとスコアアタックね、こちらについてちょっと話をしていきたいと思います。国取りはね、ちょうどリニューアル超と今回から適用されまして、こっちか失礼、27日にねいろいろやって1日3回までの回数制限になって、今回からね深夜攻めができなくなる。そしてね、その深夜のお休みの時はねいろいろ停止してますって話だよね。そしてセッション開始時の変更も、12時からに変わったのかな。そして到達報酬の緩和、これがね27日から変更になってるんだけど、ただこの段階報酬をいつもらえるのっていうことでね、ちょっとうちの同盟の子たちもねちょっと困ってますかね。そして主同盟ボーナスね、これが追加されたようですね。今回って私主同盟じゃないんだけどね、それなんでわかんないけど。そして兵法カードの排出率の調整、これねちょっと変えてほしいことがあるんで、ちょっと別で前回でね撮った動画をちょっとお見せしたいと思います。はいはい、あとね兵法ね、国取りの兵法、個人コンボこれ使えないんだよね。だからこれ出ないようにちょっとしてほしかったなって思いますね。なんか勲功アップとかはなんか全然出、超レアだから出ないのか。金貨アップとかもレアだから全然出ないんだけど、このコンボアップね、いつもだったらすげえ嬉しいんだけど、もう結構破棄してこの個数なんだけど、もう多分20個以上出てんだよね。これ出ないようにしてほしいなって思いますね。はい、という感じでね、コンボアップはすごい嬉しいんだけど、あのね制圧し天下統一してから使えないんでね、あの3コンボアップはねちょっと取れないようにしてほしいなとは思います。出ないようにしてほしいね。はい、そしてねあとね更新したことはこの国取り戦のコツのこの5つ、ここにね更新ぶっ込んでほしいんだよね、変わったことはねっていうとこかな。はい、まあ一応ね同盟で、まあ、他のところも見れるけど、このランキングね、うちは D5 になったんで D5 でね、10連ガシャチケットがね本来はもらえるのに、累計ポイントがね今まで5万なかったからもらえなかったと。で2万7000に変わってそれが27適用されたんで、27にてっきりこれがねもらえるのかと思ったらもらえないと。でっていうことで今だよね。だからこの辺のこの時に27前までに制圧しててね、で5万ポイントなかった人、そして27に緩和されてだけどもらえてないって人がね、これいつもらえるのか、今回のセッションで新しいセッションで終わったらもらえるのかどうなのかっていう、そこが気になってるところだけど、多分まあ終わったらもらえるんだろうと思うけどね、どっかに書いといてくれればなと思います。まあ書いといてあったのかなかもしれないけど、ちょっとごめんなさい、私分かんなかったですね。はい、結構ねそういう人多いんで、ガシャチケット10連ガシャチケットってね結構でかいからね、という感じなんで、で防衛設定もねさっき言った通りこうやって3回っていう感じになりました。もう僕個人的にはね間違えてね2回使っちゃって宝珠寂しく消費してしまったことがあるんでね、できたらもう謹慎してほしいぐらいなんだけどね、間違えた時以外に宝珠使わないんでね。そしてデイリーがね、ただとは文句だけじゃなくて、このねデイリーでこうもらえるの嬉しいね。あと妖魔コーン S も週でもらえるんで、あと小政府だももらえるんだよね。小政府だこれもらえるのでかいよね。という感じでいいこともねやってるので、そこはねありがとうと思います。ありがとう。はい、でスコアタックね前半戦の方ね、歌舞伎ロイドの方なんだけど、まあ、我々が気になってるのはね、10月2日水曜日の13時59分まで前半戦なんだけど、金貨アップがねいつ来るのか、10
1日前の10月1日に来るのか2日前の9月30日に来るのか、ちょっとね、ちょっとみんな金カップの時だけ頑張りすぎたのかね。あの前半戦の金カップ来なかったよね多分ね。なのでまあちょっとね、金カップが来たらもうちょっと頑張っていきたいなと思ってます。そしてね、あとみんなが気になってるのが報酬だよね。歌舞伎ロイドの超限界突破の賞だけじゃなくて、これ小生の両玉、これがね後半から登場ということで、歌舞伎ロイドと合成に使うよっていうことですね。ランキング報酬、ただね、ランキング報酬がに出てくるってことなんだよね。でランキング報酬って要は今、まあ今私ちょっとねラッキーでちょっと特攻がたまたま出たんで390位だけど、そこのランキング報酬に出てくるかっていうところだよね。で皆さんね、歌舞伎ロイドダセーとはいえ欲しいよね。ダセーって言っちゃった。強さとかはね、あのこの合成の、まあ、一番下にね、出てくるところですね。うん、で小生歌舞伎ロイドが、まあ、まあまあ強いよな。うん、ということでね、必殺も小生になるとねコンを2つ使えるし、敵全体、味方全体に容器上昇ってなって、まあ、今のね歌舞伎ロイドのね追加パワーアップ版ということでかなりね良くなるんだけど、なんか特におまけはついてないんだな。でこれがね何位以内になるかどうでしょうね。私ね、ほんとね、いつもはね、だいたいユーザー的にはね、この950位とか1000位ぐらいのユーザーなんですよ。で、まあこれ、討伐戦とかは頑張ったからあれだけど、ハイスコアチャレンジとかもね、もう2000位にも入れないような、そんなユーザーなんだけど、スコアアタック、前回549位、737位か。でもこれって、超級、上級、中級、初級つってね、分かれてるからあれなんだよね。だから、このランクアップ、800位か、まあ、だからまあ、800位から1000位ぐらいのユーザーで、で多分ね、ここがね、その特攻、いつもまあほぼ特攻なしでやってるんだけど、特攻ありなしの分かれ目なんだよね。だからちょっとね、私としては、まあ、今回ちょっと特攻引いちゃったんであれだけど、1000位以内希望だよ、歌舞伎ロイド、頼む、運営さん、お願いします。1000位内にしてください。なんとなくねこの報酬もさ、1000位内、750位内かな、1500位内までが歌舞伎ロイドのこのコンをゲットできるから、じゃあ1500位内をお願いしようか。これね、皆さんもね、社会人の人は特に分かると思うんだけど、まあ、学生さんも含めてね、ちょっと一発やろうか。希望があったらね言った方がいいんですよね。そうやってやる気を見せてね。そうするとね、やっぱ運営側の人、まあ、社会人でも例えば同じ職場でもね、やっぱそういうこう希望を持った人にね答えてあげたいっていうね気持ちが出てくるんで、だからね、ちょっと私今回1000位希望って言っちゃいますけど、ちょっと自分やべえなって思ったらね、その順位ね、ここまで頑張るっていうね、ツイッターでも何でもいいんでね、後半の報酬ないないにしてくれってね言った方がいいと思いますね。そうすると、こんなに喜んでくれるんならちょっと頑張ろうっていう風にね変えてくれるし、そういう動きをね組織ってものはしてくれるもんなんで、ぜひね、私ちょっと1000位内希望を出しますが、もっとね出した人はね声を上げた方がいいと思いますね。ほんとね、社会に出たら本当にそう思う、言ったもん勝ちみたいなところあるかもしれないけどね。でも私先輩にもそうやって言われて育ってきたしね、後輩新入社員とか出たらね必ずね希望があったら必ず上に言うってね、その辺は必ず今まで言ってね育てたりしてきましたけどね。育てたっていざなみじゃないんだけどね。そう、でも結構ほんとね言うって大切なんだよね。私なんかね、ほんとインチキって言っちゃいけないな。でもそれで、そう、会社とかでもね、国際的な部の方に行きたいって言ったらね、なんかね、それを聞いてくれて、何年後とかにね、7年後ぐらいかな、行かしてくれてね、海外にもね、
かしてもらったりできたのね。実力は自分より上だった人はたくさんいたと思うんだけど、なんかねやっぱねこう希望を言ったやつをね優先するのがねこう社会のね結構仕組みとしてあるんで、ぜひね私は今回1000位以内と言いますんで、もっとね低い順位が良かったらねそこで君が、あなたが声を上げてみてください。何を言ってるんだか。はい、そしてごめんなさい、話はなんかそれましたが、一応今ねこんなメンバーでやってるんです。あのちょうど主典同時ゲットできたんで、今はニョロロン不思議一派でやってるけど、結構皆さんねうすら影の方がこれね最後にやられちゃうんだよね、これね、この最後の一撃でやられちゃうので、今後ね本番はコンティニューとかねすると思うので、まあぜひねあの本番はねちょっと変えたいと思うんだけど、まあちょっと私今回特攻あるんでね、結構久々に上位っつってもね500位以内をねできたら目指したいなと思います。そしてね前も言ったけど、この辺のコーンはね後半でも交換できるので、前半はできたらねフェスガシャっていうのが多分歴代エンマ多分マカか鉄格が今後あると思うので、ぜひねフェスガシャチケットをねなるべく交換できるぐらい頑張りましょう。まあ、あとはねさっき最初に言ったけど金貨倍が来るので、その時にね自分はまた頑張りたいと思ってます。なんで前半戦はねこのチケットをね一応なるべくフルコンポできる感じで最後頑張ろうと思います。はい、じゃあ次はどうしようかな、マックス1回やってみようかな。こんな感じで進めたいと思いますんでね、皆さんね歌舞伎ロイドの流玉ね何位がいいですかね、ぜひゲットしたいですよね。頑張って後半ゲットできるように頑張りましょう。はい、すいません、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。